こんにちは、ピー。はい、本日は羽自作アスレチックをパパにやらせたいと思います。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。羽マリのパパです。はい、マグマのところを変えました。羽ちゃんはね、今日1日使ってこのアスレチックを作ったらしいんですけどね。はい、これから羽マリパパが遊んでいきたいと思います。ようこそ羽マリの世界へ。ここは羽ちゃんが作ったアスレチックだ。怖い。怖くはないからね。あー、滝だこれ。そのまま入ると死ぬかな。死なない。死なないって。はい、わかった。あ、本当はこれボートで行くはずなんだけど、ボート用意するの忘れたから、そのまま行ってください。したら死ぬじゃん。怖いよ。怖い。焦るな。焦っちゃうね。はい、じゃあしょうがないから行ってきます。ここもゾンビ。あ、子供もいる。あ、あのね、実は子供は一番強いの。中はこれはハスク、で、これがクモ。でかいクモだ。まずは一番怖い。あ、後ろ行っちゃダメよ。雨降ってきたな。あ、うん、ガラスで囲んでるから大丈夫。前はゾンビ、後ろは溶岩。どうしよう、倒すしかないね。なんで
ミングじゃないんだ。はいはい、あっち側行ってみて。もう行ったり、あ、いるいるいる、お前だ。はい、で、ここの後ろのドア行って、はい、ここは、はい、裏ね、難しかったね。うん、最後のジェットコースターは意味不明なので、はい、はい、じゃあもっと頑張りましょうね、はい、じゃあハネマリチャンネルはこれから、定期的にマインクラフトのゲーム実況動画をアップしますので、皆さんマインクラフトが好きな方、来てねー。じゃあハネマリ最後の P を皆さんと一緒にしたいと思います。このポーズの真似できるかな。今できる方は一緒にやってね。